なんで定時連絡のたびに出歩かなきゃいけねえんだ。これが最善の盗聴対策なんです。それで茜さんは養護施設の所長でパレカナの中でも重要人物だったらしい。それも教団の代表が安否を気にかけるほどのですか。調査は順調のようですね。気に入らないことがあるならはっきり言え。あなたは何をするにしても事後報告だ。バラクーダとの一悶着についてはその事後報告すらない。知ってるんなら報告はいらねえだろ。ご自分の立場をわきまえることです。余命わずかでもはや怖いものなしなのかもしれませんが、あなたは危ういバランスで我々から生かされていることをもう少し自覚すべきだ。気をつけるとしよう。引き続き対象の追跡を進めてください。よろしくお願いしますよ。あとなんだ、まだお説教か。思い残しは果たせましたか。かつての思い人、ユミさんでしたね。彼女にはハワイで挙式する夢があったとか。せめて片身の指輪だけでも憧れの場に届けてやりたい。あなたが今回の任務を受けた当初の動機はそれだ。ああ、そちらが済んだのなら任務に集中できますね。よろしくお願いしますよ。